せーの、皆さんこんにちは。ぶんまるパパです。ぶんまるママです。今日は生後100日経ったということで、イエーイ。本当は昨日100日だったんですけど、週末っていうことで、今日お宮参り、行けてなかったお宮参りと、100日のお食い初めをしたいと思います。イエーイ。で、京都からですね、私の母と、文丸ママのママやね。そう、文丸ママのママと文丸パパのママが来てくださって、6人で行きたいと思います。今はですね、神社の方に向かってまして、家から近いんですけど、車で移動してます。どうですか？大きくなった？重くなった。重くなったね。6キロ。2人合わせて12キロ。順調やね。順調やけど、ウィーゴツインがもう最近大変やもんね。もう入らなくなってきちゃった。うん、あれはリサイクルね、しましょう。はい、ということで神社に向かいたいと思います。はい。乾杯する？うん、ちょっと外してもらう。よかったね。うん、いい子に寝てました。もうちょっと歯を上げた方がいい。見えんね。はい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 。おう、はい、無事食事のところに到着しました。今回は桜坂小野さんにお世話になります。桜坂小野、お宮参りが無事終わったかな。わちゃわちゃ、もう大変だった。けどな、まあまあまあ無事終わって、今から100日のお食い初めをします。はい、今日はありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。まず、お赤飯に箸ちょんちょんってして、はい、食べさせてください。ちょんちょんって。ちょんちょん。で、お吸い物。はい。で、お赤飯。次、お赤飯。はい、で、焼き魚。はい、これ、これ。ちょんちょん。はい。で、お赤飯、お吸い物、で、赤飯、煮物、こっちだ。はい。で、お赤飯、お吸い物。で、お赤飯、酢の物。で、お赤飯、お吸い物。次、お赤飯。で、歯固めの石、ちょんちょんって。あ、これだ。お箸でちょんちょん。これです。石をちょんちょんってして、お赤飯、お吸い物。で、最後にお赤飯。お赤飯。はい。で、おしまいでーす。はい。食事に困りませんように。これがいいね。健康な体できますように。これのがいいね。一生食に困らず、ね、元気に育ちますように。いい顔してるね、ゆうせい。ゆうせい、いい顔してます。はい、食べるの大好きです。ということで、はい、私たちのはちゃめちゃ、お見舞いと、お食い初めでした。でした。はい、いつも最後までご視聴くださってありがとうございます。
ぶんまるパパでした。ぶんまるママでした。はい、今日はお宮参りとお食い初めということで着物を着てみました。でこの着物と子どもたちの祝い着をですねお願いしたのが福岡にあります寿着物学院、文工長の池田さんなんですが、まあ、何年か前の飲み会で、はい、出会わさせていただいて、でそこからですね今回お願いするような運びになりました。こんな綺麗に着付けていただいてありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。なんかこう胃のところを開けてゆるくというかゆるいけどしっかりみたいな感じで着てても全然楽な着付けをしてくださいまして、一日仕事ですけどなんとか持ちそうです。ありがとうございます。はい、概要欄にホームページ貼っときます。